こんばんは。今回は当たった中の一人のね、花嫁一花を使ってきました。このキャラのヤバさっていうのはね、対戦動画の方で語ってあるんで、まあ、早速ね、対戦動画へどうぞ。お、アナゼメアシーナ。メアシーナ強いっすよね。で、まあ、同じ感じでメアアーマーとっていると思うんですけど、その編成あ、自分動画にしたと思うんですけど、いやね、強いっすよね。敵で食らったとしても、嫌だなと思うぐらい強くて。なので、そのためにちょっとね、ミューレを入れてみました。ですね、普通だとメアのギミックがあるんで嫌なんですけど、まあ、イチカのね、入れ番無効ギミックがあるので、そのおかげでミューレが、さらに使いやすくなりました。で、まあ、アマタは、まあ、あれ役でもあるんですけど、見切り取り上げる役でもあるんですけど、ただ、あれでも、あれでもありますね、オバフレ役。あれ。まあ、このまま SS 打とうかな。ほい。あ、もしかしてこれバグ起きた ?SS ってまあふわふわショットにならないという。ふわふわショットになれば前から特殊ショット打てるんで強いんですけど。どうしようかな。このまんま行ってもいいし。あ、まあいいや。変えないのであればこのまま行こう。おい、基本的にシーナってスピンで打ってくるんで、カウンターもしやすいんですよね。おい、オッケー。じゃあこのまんまご利用してもいいな。このまま行ってみましょうか。あ、メアに変えてくる。まあ、やべ。見切りがあるのに取れないやつ。まあまあまあ。どうする？シーナね。オッケーオッケー。はい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 。いや、危ない。強いよな。めやしいな。強いっすね。まあ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 。オンザを打っていきましょうか。やっぱオンザ強いっすね。ひまわりとかが強いのもやっぱこれがあるおかげですからね。スレスが来ます。このまま来るのかな？メアに変えるかな？そのまま来る。ほい。ほい。おいしょ。おいしょ。おいしょ。これできれば左に打ちたいな。よいしょ。当時アクセラ使ってたわけじゃないんで、内訳とかがちょっと分かってないんですけど、ちょっと詳しい方いたら、コメントもらいたいですね。この、ベクトルショットの打ち方を知りたいっすね。いや、やっぱ強いなぁ。適当に使ってるだけでも勝てちゃうんで、強いっすね。はい、まあ、この編成のコンセプトとしては、お。シーナとシャルとメ、あ、ヨナか。なかなか珍しいキャラが入ってる。初手はまあ、1か、変わらない。まあ、この編成のコンセプトとしては、まあ、青の王がいるんでわかるとは思うんですけど、まあ、青のギミックに、イチカの、ベクトルショットをぶつけるってものですね。ヤシオ封印は大丈夫。危ない。危ない。よいしょ。危ない。あー、アウト、今の。やっちゃったー。はいはいはい。はいはいはい。よいしょ。よいしょ。まあ、よいしょ。自分は一応、このギアですね。ラケットのギアは、ポイント開始時と交代時にしてるんですけど、まあ、ロブレンされることっていうのもあるので、まあ、スマさんとかでも面白いかもしれないですね。はい、決まりまして、まあ、いいところで、青を召喚したいんですけど、このまま行くとちょっと、あ、そこで引いてくれるなら、こう行こうかな。よいしょ。よいしょ。あー、きつい。まあ、しゃあない、しゃあない。とりあえず、青を召喚しましょうか。えぐいとこに打たれると嫌っすね。あー、言われたそばから。オンザしか出ないの強いっすよね。おい。よいしょ。はいはい、決まりまして。じゃあ、ベクトルぶつけに行きましょうか。で、一応、あれなんですけど、キアラ入ってんのは引いたばかりだから使ってあげようっていうだけっす。はいはい、ポコーンってことで。
まあ、あとはでもキアラはあれかな、できれば後継者とかの方がいいっすよね。ルチア対策で一応入れてる枠でもあるんで、ココンよいしょ、よし、オッケー。まあ、これはこれで強いっすよね。はい、メアコール、あー怒るね、来たマジか。ですね、イチカを使ってみて思ったことが、まあ、弱点が3つありまして、1つが初手はウェルナーっすね。判定弱体、判定弱体、格ジャスかかが、あー噛みすぎ、ジャストでカウンターをするとベクトルショットが出るようになってるんですけど、そのジャストを取り上げられちゃう、判定弱体で取り上げられちゃうときついっすね。なのでまあニノとかエリスとか、よいしょよいしょ、ちょっと喋ってる暇が、オッケーラッキー。あとはセイヤルチアですね。でその中のセイヤルチアって特に位置がきついんですよ。なのでそこら辺のまあメタとしてウェルナを入れてるわけですが、あとまあ初手が不足していたので、その対策で入れてたんですけど、よいしょ、そろそろ打てそうっすね。はい、ど真ん中打っちゃった。オッケーオッケーオッケー。決めまして、あ、打ってくるかね。さすがにまだコルネで来る？よいしょ、カウンターします。ま、これがあるからやっぱ、で、しかも入れ番向こうもあるんで、まあ、そんな怖くないっすよね。もう、青コルネ。あーでもこういうその硬直狙われるとちょっとあれなんで、基本的にはスライスでいるといいっすね。スピンだとやっぱエリア不安がちょっとあったりするので、で前来るのが怖ければ基本的にはロブレンでいいかと思います。でまあオンザで決めると、そんな感じですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ3つの編成をご紹介したんですけど、まあ3つともね、数戦した感じかなり勝率が高くて強かったっすね。まあ割かし簡単に無双できそうなキャラなんでね、この市川。まあ勝率、レポートでの勝率がやばいことになってるかもしれないですね。でまあ試合中でも喋ったんですけど、このキャラの対策としてはまあセイヤルチアで反転とか、まあ、エリスとかキューニノとかセイヤルチアで判定弱体とか、あとはダメージを与えられるキャラでのご利用しがいいかなって思ってます。まあ、あとは瞬間移動キャラとかも普通にいけそうですよね。まあやばいとはいえ、まあまだ対策があるんでまだマシかなとは思うんですけど、まあやばい性能はまあしてますよね。でまあ持たせてるギアについてはちょっと尺が足んないんでね、ブログの方で説明しようと思ってるんで、まあ概要欄のブログからチェックしてみてください。ということでここまでありがとうございました。お疲れ様です。